平野翔世界へ。コーチェラ熱狂の裏で囁かれた日本人らしさの衝撃、年収0億円。平野賞驚愕の経済効果。ドンキで見せたあの姿から11年。世界が震えた。世界が注目する平野賞ルイ・ヴィトンのアンバサダーとして、イブ・サン・ローランボーテのアジアの顔として。 その輝きはとどまるところを知らない。2024年4月、彼はメンバーと共にアメリカカリフォルニア州で開催された世界最大級の音楽フェス、コーチェラのステージに立ち、圧巻のパフォーマンスで世界デビューを飾った。ワンジュンギョのヘアケアライン、ワンジュンギョヘアーの広告キャラクターに就任すれば、発売と同時に品切れ続出。サントリー、ビアボール、マクドナルド、 チキンマックナゲット池田も半導、無比シリーズ、CM にも引っ張りだこで、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いだ。しかし、彼のカゴド自身活躍の裏には、地道な努力と変わらぬ誠実さがあった。2012年、平野は関西ジャニーズ JR として活動をスタートさせた。当時から、世界が目標と公言していた彼にとって、 キングプリンスとしてデビューするまでの6年間は、まさに下積み時代だった。関西ジャニーズ JR 内のグループ、金冠として舞台やコンサートに励み、着実に実力を蓄えていった。2013年9月、フライデーはそんな彼の貴重なプライベートショットを捉えている。舞台を終えた平野は、金冠のメンバーと銀座の街を歩く。 向井工事をおんぶしては、重いよ、と叫び、仲間とじゃれ合う姿は、等身大の少年そのものだ。ドンキホーテでは、長身が際立ち、思わず振り返る女性客もいたという。東京ディズニーシーでは、子供のように無邪気に楽しむ姿も。これらのエピソードからは、スターダムにのし上がってもなお、 飾らない人柄と仲間を大切にする心を持ち続けていることが伺える。コーチェラでのパフォーマンスには賛否両論あったものの、平野の世界デビューという点においては、間違いなく大成功と言えるだろう。海外ではビジュアルの良さや大人の色気を全面に押し出し、国内ではバラエティ番組や CM で持ち前の可愛らしさや天然ぶりを惜しみなく披露する。世界と日本。 異なる顔を見せることで、彼はより幅広い層の心を掴んでいる。平野翔自身はこれからもこれまでと変わらない。スポーツ紙の元ジャニタン記者は、彼の魅力の源泉をそう分析する。世界を目指す一方で、ファンにとって身近な存在であり続ける。この絶妙なバランス感覚が、彼の最大の魅力なのかもしれない。平野が赤獣。 として活動を始めたのは2012年2月。当初から世界が目標と周囲に語っていたというが、キングプリンスとしてデビューするまでの6年間はまさに下積みと言える日々を過ごしていた。フライデーはそんな平野の赤樹内のグループ、金冠、時代の貴重なプライベートショットを捉えていた。2013年9月、 舞台を終えた赤獣の若者たちは東京日生劇場を後にした。彼らは連れ立って銀座の街を歩き、戯れ合いながら青春を謳歌していた。平野は同グループの向かい工事をおんぶして、思いよ、などと悲鳴を上げる。そんな風に常にいじられていたのが平野だった。別の日には仲間順太や金内東馬と共に、 ドンキホーテを訪れていた。店内で買い物をする平野のあまりの足の長さに思わず振り返る女性客もいたほどだ。東京ディズニーシーでは子供のようにはしゃぎ回り無邪気な笑顔を見せていた。あれから11年。世界に羽ばたいた平野翔その活躍ぶりに期待せずにはいられない。下積み時代仲間と過ごした日々。 飾らない笑顔、無邪気な遊び心。世界が注目するスターになっても彼の根底にあるものは変わらない。それは彼を応援するファンにとって何よりの喜びであり安心感だろう。世界を舞台に活躍する平野のさらなる飛躍に期待が高まる。彼の物語はまだ始まったばかりだ。夢を現実にした平野は これからどんな景色を見せてくれるのだろうか彼の挑戦は私たちにどんな感動を与えてくれるのだろうか世界を舞台に彼の物語はこれからも紡がれていく。平野翔という存在は私たちに多くの問いを投げかける。アイドルとは何かタレントとは何かグローバル社会におけるエンターテインメントのあり方とは 彼の挑戦は、これらの問いへの答えを探す旅のようにも思える。彼の魅力は、一つの言葉では言い表せない。端正な顔立ち、鍛え上げられた肉体、キレのあるダンス、そして人を引きつける天性のカリスマ性。しかしそれ以上に、彼の内面から溢れ出る輝きこそが、多くの人を魅了する最大の要因と言えるだろう。下積み時代、 彼は決して恵まれた環境にあったわけではない。それでも腐ることなく努力を続け夢を諦めなかった。そのひたむきな姿勢は多くの人々に勇気を与えている。困難に立ち向かうことの大切さ、夢を追いかけることの素晴らしさ。彼はその意気揚を通して私たちに大切なメッセージを伝えている。世界へと羽ばたいた平野翔 彼の物語はまだ始まったばかりだ。これから先彼はどんな景色を私たちに見せてくれるのだろうか彼の挑戦は私たちにどんな感動を与えてくれるのだろうか平野翔という存在は私たちに多くの可能性を示唆している。グローバル社会においてエンターテイメントは国境を越え人々をつなぐ架け橋となる。彼の挑戦は その可能性を証明するものであり、未来への希望と言えるだろう。私たちは彼の物語の行く末を見守りたい。彼が切り開く未来を共に体験したい。平野翔という一人の若者の挑戦は、私たち自身の夢を、未来への希望を照らし出す光となるだろう。そして、もう一つ忘れてはならないのが、彼の持つ日本人らしさだ。 海外展開において日本語を大切にしたいという彼の姿勢は多くの人の共感を呼んでいる。グローバル化が進む現代において自国の文化やアイデンティティを尊重することの大切さを彼は身をもって示していると言えるだろう。これは単なる言葉の上だけのビジレイクではない。彼の言葉の端々、行動の一つ一つにその信念が貫かれている。 例えば、彼が発信するメッセージには、常に日本文化への深い愛情が感じられる。それは、過微な演出や作為的なものではなく、彼自身の内面から自然と湧き出てくるものだ。この日本人らしさこそが、彼の魅力をより一層引き立てている。世界の人々は、彼の洗練されたパフォーマンスだけでなく、その根底にある日本文化、 日本人の精神性に惹かれているのだ。平野翔は単なる一人のエンターテイナーではない。彼は日本文化の素晴らしさを世界に伝えるメッセンジャーでもある。そして彼の挑戦はグローバル社会における日本の新たな可能性を開くものとなるだろう。彼の物語はまだ終わらない。むしろこれからが本当の始まりと言えるだろう。 彼は世界を舞台に日本を背負ってさらなる高みを目指して歩み続ける。その姿は私たちに勇気を与え未来への希望を照らし出す。平野翔、彼の名は世界を舞台にこれからも輝き続けるだろう。